川崎重工が電磁式カタパルトの動力源として大容量電池を提案したという情報を入手しました。今回は日本の空母事情と川崎重工が開発した電磁式カタパルト用の大容量電池について見ていきたいと思います。2023年3月中旬、3日間にわたって、千葉県千葉市の幕張メッセで、DSEI Japan 2023という展示会が開催されました。この展示会では、日本の防衛関連企業や、海外の軍需企業なども参加した防衛、及びセキュリティ分野の様々な展示が行われました。この DSEI Japan という展示会は、2019年に初めて開催され、2021年にも開催が予定されていましたが、新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響を受けて中止されました。したがって、今回2023年で2回目の開催ということになります。DSEI Japan 2023には、開催国である日本の防衛関連企業も数多く参加していますが、こういった企業は、直接的な攻撃用兵器を展示しないという日本側の方針に従って、電子戦兵器や後方支援用の装備品などの展示に止めていました。とはいえ、参加した海外の軍需企業の中には、直接的な攻撃兵器である、ミサイル等の展示を行った企業もありました。展示会の開催国である日本が、こうした展示を控えていることに、海外から問題視されたこともあるようです。そもそも、DSEI Japan の会場に足を踏み入れることができるのは、観光庁や防衛産業の関係者、並びに安全保障関連の研究で重視されている人物に限定されています。つまり、限定された内々の関係者しか直接見ることができないようになっている展示会なのです。その事情を考慮した上で、他国に日本の防衛産業が直接攻撃に使用される兵器を実際に販売できるのかどうかは、日本の現行法や政治的な判断に委ねるべきと思われますし、現物の展示の有無によるものではないと、個人的には考えるところです。さて、そんな DSEI Japan 2023でしたが、やはり会場で一番注目を集めていたのは、日本とイギリスとイタリアの3国で共同開発される次期戦闘機の模型と、そのプロジェクトに参加する各国の主要企業だったようです。日本では、三菱重工業者、IHI 社、三菱電機社などです。イギリスは、BAE システムズ社、ロールス・ロイス社、レオナルド UK 社など。イタリアは、レオナルド社などが、そうした参加企業の代表格というわけです。この次期戦闘機開発計画は、GCAP、グローバル・コンバット・エアー・プログラム、グローバル・コンバット・エアー・プログラムミーと称されています。DSEI Japan 2023会場でも、その中心となる BAE システムズ社が、第6世代機と盛んに宣伝していました。現時点で、第5世代戦闘機と呼ばれているのは、アメリカロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2ですが、この機体以降、つまり、その先の世代と認識された機体は、まだどこにもありません。しかも、その定義も曖昧のままですが、キャッチフレーズには、ちゃっかり使用されているようです。さて、そんな GCAP 関連以外でも、今回の DSEI Japan 2023では、川崎重工業が、かなり変わった展示を行っていました。一部では、そのパネル展示が、非常に、大きな話題となったようですよ。川崎重工業社がパネル展示を行った内容ですが、傘下のグループ企業で、
バイクやジェットスキー等の製品で人気のある有名な川崎モータース社が開発したニッケル水素を使用した二次電池の新たな用途についてということでした。川崎モータース社が開発したニッケル水素を用いた二次電池ですが、製品名をギガセルと言います。今回、川崎重工業社は DSEI ジャパン2023においてニッケル水素二次電池の用途として航空母艦の電磁式カタパルトの動力源とすることを提示したのです。航空母艦のカタパルトといえば、艦底から艦載機である機体を強制的に加速させて射出する機構を指します。機体が自身のエンジン出力によって発艦する場合に比べると、より短い滑走距離で可能になる仕組みです。また、距離的な問題だけではなく、より多くの燃料や兵装などを搭載して発艦可能となるため、機体の持つ航続距離や攻撃力を向上させる装置として重宝されているようです。現にアメリカ海軍等の艦艇で運用されています。実際、この2023年3月時点でカタパルトを装備して実戦配備された航空母艦は、アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦10隻とジェラルド、R、フォード、そしてフランス海軍のシャルル・ド・ゴールの合計12隻のみなのです。ちなみに、フォードはアメリカの大統領、ド・ゴールもフランスの大統領の名前です。2011年の東日本大震災時の友達作戦に参加したアメリカの空母は、ロナルド・レーガンだったことを覚えている方も多いのではないでしょうか。こういった大型艦船には、大統領の名前をつけるルールでもあるようですね。さて、前述の航空母艦の中では、最新鋭のジェラルド、R、フォードには、電磁式カタパルトが装備されていますが、これ以外の残り11隻の航空母艦のカタパルトは、すべて蒸気式で、フランスのシャルル・ド・ゴールも、アメリカから技術供与されたものです。蒸気式カタパルトは、現在も、アメリカ海軍の主力とされる10隻のニミッツ級航空母艦で使用されていて、これまでも、中東などで、実際の戦闘で使用されてきました。システムの信頼性という点では、非常に完成度が高いということは、自明の理と言われています。しかし、アメリカ海軍は、このように、伝統と信頼性を誇る蒸気式カタパルトから、より様々な重量の機体や、同じ機体でも搭載する内容によって、微調整が可能な電磁式カタパルトの導入を決定しました。そして、ジェラルド、R、フォードに搭載したのです。とはいえ、ジェラルド、R、フォードは、2017年に就役を迎えた新しい艦だったのですが、電磁式カタパルトを含めて、初めて導入された新機軸装備が、他にも多数あったということが影響したのか、事実上2022年までの5年間は、実稼働状態とは言えない様子だったのです。このように、世界トップの軍事大国アメリカ海軍ですら、実用化に時間が必要だった電磁式カタパルトです。中国海軍は、2022年6月に進水させた、同海軍3隻目の航空母艦福建に、それを装備すると、世界に向けて、大々的に公表しました。実は、電磁式は言うまでもなく、カタパルトの装備自体が、中国海軍の航空母艦では、初めての事態です。果たして実際に可能なのか否かは、2023年春先からと予想していた復権のテストの進捗を見てからでないと、何とも判断は難しいと思われます。ちなみに、中国は、前述の復権のような航空母艦に限らず、今後は、航空機を運用できる強襲揚陸艦等にも、カタパルトの搭載を進めていく方向とみなされています。
復権のテストは、それらにも大きな影響を及ぼすことは言うまでもありません。今後の軍事的な潮流としても、強襲揚陸艦等に無人航空機を艦載機として運用することへの後押しになる可能性もありますし、有人機よりはるかに軽量な無人機の艦載機化とその運用を占うものになるのかもしれませんね。ところで、アメリカ海軍のジェラルド・ R ・フォードだが、搭載された電電磁式カタパルトは、イギリス海軍との共同開発により、ゼネラル・アトミックス社が実用化したもので、仕組みとしては、エマルスと呼ばれています。この電磁式カタパルト・エマルスは、主に4要素を持つシステムで構成されていて、モーター、バッテリー、コンバーター、制御システムということになります。この中で、バッテリーにはフライホイール形式が採用されているそうです。フライホイールバッテリーというのは、充電や放電を行う際、化学反応を媒介させて行う蓄電池とは異なり、構造がシンプルで、耐用年数が比較的長く、加えて整備性が高いことがメリットとして挙げられています。川崎モータース社のニッケル水素を使用するギガセルは、蓄電池に該当する製品ですが、すでに路面電車等への採用や各種蓄電用設備に実績があり、大容量、かつ高速の密流放電に対応し、環境にも優しいとされています。日本で軍事用に使用されている蓄電池といえば、最新鋭の太平洋型潜水艦にも搭載されているリチウムイオン電池を連想しますが、ニッケル水素電池は、これに対し、大きく重く満ちる放電時間も長いのですが、非常に低コストと考えられています。軍事用として見た場合には、コストが安いというのは、かなりポイントが高いですよね。税金で買うのですから、納税者としてはできたら安い方がいいに決まってます。しかし、運用上で満ちる放電時間が長いのは、かなりのデメリットになるのです。果たして、川崎重工業者が唱えるように、電磁式カタパルトの電源として使用に耐えるのかどうか、少し疑問に感じるところです。